でしょ。はい、皆さんこんにちは、ソジュです。今日は2020年の8月2日日曜日です。で、まあ、場所は、またあの涼しいところということで、微細のあるカラオケ屋さんに来ました。で、昨日ですね、愛知県、東海と、関東甲信越の方が、梅雨明けしまして、まあ、今日はめちゃくちゃもう今3時頃ですが、まあ、35度ぐらいあるぐらい外は暑いです。で、まあ、今はコロナの第2波が来てるプラス、あと熱中症にも気をつけていきましょう。で、水分はまあこまめに飲んでね。で、まあ、こちらのロケもちょっと涼しいところでやっていきますので、よろしくお願いします。では今回のお題として、はい、琵琶湖、これは僕の中学校の時のお話なんですけど、そして、まあ、今週も、トシ君と来ましたんで、一応トシ君を呼びます。はい、ではトシ楓原君、どうぞ。黄色い、あ、今日は黄色の T シャツで、うん、村田さんのことプレミアム、おあとプロムキウルトラセブンプロムキ、これもあこれもマスコット、あ、赤と黄色と、あと青があれば信号なんだそれ。あ、まあ、そういう場合で、今日は琵琶湖の話っていうことで、これは僕の、中学校 の、 あの友達5、6人で、一宮美祭 の、うん、あの中学校の友達で、琵琶湖に行こうっけとかいう感じで、まあ、自転車で片道6時間ぐらいかかった。ああ、もうかかった。で、だから本当にな、早朝、もう暗い早朝に出発したもんね、自転車でね。あ、そうです。あ、じゃ早朝じゃないわ。昼ごろ集まって出発したもんで、ちょうど琵琶湖に着いた時は真っ暗やったんですね。夜。そう。夜で、夜で琵琶湖に着いて、あれ、それ泊まってた時だろ。ほんで、当時は、当時は、琵琶湖はなんか、湖やけど、海とくっついとるところがあるんじゃないかってことで、ほんで、湖やね、多分、ちょっと舐めたら塩辛いんじゃないかなと思って、で、その琵琶湖のちょっと、あの横にあった、なんか、用水の、なんか、土と土なのに水が流れてる田んぼであるんでね、良すぎたと、そこの流れとったもんで、舐めてみたんですよ。全然塩辛くなくて、あれそれ俺だよね、あれなんで中学校の話にもう飛ばしてるの。あれ中学校の話だよ、それ違うよ。その時は水舐めてないでしょ、それ俺とドライブが行った時じゃん。 あれは検証しに行ったってね、おめえと多分違うぞ。中学校の時行って違うぞ、塩辛くおめえが塩辛いとか言って、ほんで車で行って、それが夜で、あ、そうか、あ、そうか、まあ車だと、まあ、2、3時間で行く。でもあれ出発したのが夕方頃で、で、あ、そうか、向こう着いたのが今もう真っ暗夜。うん、で、お前が琵琶湖の水で塩っぱいだぞとか言ったもんで、ああ本当かとか言って、で、暗いもんで、周りが、うん、何も分からない、これ多分琵琶湖だ、これが多分琵琶湖だなとか言って、ああで、多分それがもう普通のように川の水で、ああちょっと俺おめえと言ったとしても小学校の友達じゃないよ、そう頭が飛んでもあったこんがらがっとるね、だ
話がめっちゃ出ましたね、もう。まあ、とりあえず中学校の仲間といった時は、まあ、5、6人で行って。途中まで思ったけど、おい、どこまで話進めてくるやと思ったもん、打ち合わせが。ああ、そうか、2人でやるとそうなんだよ。ああ。ちょっと言われてたな。全く出なかった。中学校の時も行った時が多分琵琶湖、琵琶湖初だったかな。多分。俺とお前の持ち出たじゃないですか。それ悲しくなってますね。まあこういうこと。記憶のアプレだ。まあそのまあ中学校の同期はまあその後にあの成人式式のんで。まあ、みんなあったけどね、でも、あの当時だもんで、本当に、まあ、当然コンビニとかもないし、携帯電話もないし、で、まあ、その時は琵琶湖はまだ綺麗で、今みたいなブラックバスとかブルーギルとか、そんな、外来種なんかいない時代ですね、本当に。だから、綺麗なことは綺麗だと思う。ちなみにそんな、その、あの、小学校の友達の日、中学校の友達と琵琶湖行って、で、帰ってくるよな。ああ、そうよ、自転車ね。で、なんか冒険はあった。冒険はなかったな。ただなんか、やっぱりなんかトラブル的なこと、自転車のチェーンが外れたり、まあ、あとはね、あと不良に絡まれたり。あ、そういうのはないな。あとなんかね、路線上バーで走ってたね、なんかぶつかって路線があったもん。路線か、路線上、路線の上じゃなく、路線が走っとる横の通りバーって沿ってどーって、都の方向かって、で、看板見ながら、それが強かったけど、ええ話やから、ってか、それ俺が言ってんのあれな、あの、スタンドバイビーだ。あれも、あれは4人ぐらいの少年が旅して歩いて、それでいろいろ思うかと思う、行きつくこと、名作のトップ10にはあるぐらいね、サンドバイブね。それと日本版だな、おめえは。まあ、でそれのに、まあ、近いものはサンドバイミー的な、スタンドバイミー的なことをしてましたけど、仲間内だけで、でも、その集まった仲間でも、本当はまあ、頭がいいやつがめちゃめちゃおって、今医者、医者と歯医者になったやつと、で、あとあの、まあ、ちょっと不良のやつと、で、まあ、あのスポーツバンドのやつと、で、頭がアホなので、中学校まで本当にオール1やでね。だってね、ないの評価、5評価って一番悪い1ばっかり、そんなないの。俺もそうだよ。たまに美術で3とかがつくな。俺もそうだよ。俺も2とか1ばっかりだよ。ほんで、で、国語は、担当先生は国語やったもんで、国語はたまに2がつく。俺も国語だけはやばい。俺が、たぶん、頭脳が高めたのは、やっぱり高校に入って、囲碁部に入って、だから先を読む力がついたところで、それでちょっと頭が良くなりまして、で、逆に運動の方は全然やってなかったんですよ。でも、当時はスポーツ何でも得意だったもんね。水泳も得意やったし、あと、体育で野球やった時も、僕はあの、2年間の球中でやったと思って、よくあんた野球とかやっとって、俺がすでにめちゃくちゃ怖い。おめえがスポーツ得意っていうイメージが全くねえな。嘘やろ。今もう年食っちゃって、だから当時の球中をやった時は、めちゃくちゃどん。頭脳は開発してきて、スポーツも万能で、で、あと、いろんな学科がある。あれもテスト切ればベスト10なんてないぐらいなんですけど、あの編成したんですけど、走るのはそんな速いやろ。速くなかったやろ。走るのはね、そんな速いなかったよな。
うん、走るスポーツはあのやったかな、体育持久走とか、なんか、ね、遅かったよ。ああ、それ中学時代だ。あ、高校になって、いろんなのが目覚めた。ということで、この辺でいいかな、ビアコの話。ちょっとなんか、ビアコの話は完全に感じひどい感じがやったんじゃないかな。では、時間的に、まあ、この辺で締めましょう。はい。はい、最後までください。ありがとうございます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。よいしょ。では、初住チャンネル、カタカナで初住地、まあ入れて検索してもらえば、僕の YouTube 動画が5つ、大きいやつが5つ出てきますんで、どこでもいいので登録してください。で、トシ君のはツイッターやってます。ローマ字でトシって書いて、書いて払って感じで書いてば、トシ君の。最近あんまりツイッターも見ることがあるかなと。コロナ好きや。まあ今ね、まあ、今コロナそうですね。すごいよね。ライブとかそんな好きなもんで。だ今、カラオケ今俺やられてるけど、この先どうなるかもう、ね、もうまた東京はもうカラオケダメだと思う。ダメだったね、また。まあ、そんな感じで、では、今回は初級と、じゃあまたねー。またねー。どうも。